それでは合成と行列の席ということで解説していきます。まず F としては TA ですね。R2 から R2 の一時変換。R2 の一時変換だとしておきます。G は R3 から R2 への一時射像で B によって定まる写像であるとしておきます。さて、写像の合成を考えます。F0G というのは G をやってから F をやるわけですね。つまり R3 から R2 に移して R2 から R2 への一時変換 F をつなげるという写像ですけれども、これは 合成の定義によってこのように F カッコ GX と書くことができます。ところで F というのは A によって定まる写像でしたから A 括弧 GX となるわけですけれども、さらにこの GX は B によって定まる写像ですから A 括弧 BX というふうになります。ここで行列とベクトルの積ですね。行列と行列の積や行列とベクトルの積において結合法則が成り立つということを使うと、これは AB を先にかけておいて X を 作用にかけるというのと一緒なので、こういうふうに書くことができます。ということは、つまり、ということはつまり、F、F0G っていうのは、AB という行列の積によって定まる写像だということになるわけです。つまり、まとめると一、一次これはまあもちろん一般に言えることですから、ここに R2 とか R3 である必要はないので、一時写像の合成は線形であるということも分かったし、さらに表す行列は行列の積であるということも分かったわけですね。で、例えば、Y イコール X に関する対称移動を考えてみましょう。 y イコール x に関する対称移動っていうのはですね、えここちょっとまあ、今、45度なんですけども、まあ一応、ータだと思っていいですね。えこれは、えっと、まず最初にですね、この全体をマイナス45度回転、マイナス θ 回転して、この直線を x 軸に重ね合わせます。そうすると、x 軸に関する対称移動をしてやると、まあ、要するに、で、また元に45度回転、シーー回転で戻してやると、 この直線に関する対称移動したのと同じことになるわけですね。つまり一旦鏡をぐるっと X 軸に重ね合わせといって鏡で写してまた鏡を元のところに戻してもですね、これは結局最初から鏡で映しているのと一緒ということになるわけですね。これをですね、上のこの一位写像の合成は表す行列は行列の積だということを使ってやると、y イコール X に関する対称移動は はい。このような行列で表されるということはわかります。すなわち、マイナス45度回転は、コサインマイナス4 5度はルート2分の1で、マイナスサインマイナス4 5度はルート2分の1ですから、このような回転行列を持つことがわかります。で、x 軸対称っていうのは非常に簡単で、x 軸対称っていうのは、10ベクトルを10ベクトル、01ベクトルを0-1ベクトルに移しますから、表す行列は、まあ、一瞬で、一瞬で分かるわけですね。 そして、回転で戻すと。この3つの積を計算してやれば、これができるはずですと。はい、計算してみたらどうなんでしょうか。はい、これは、えっと、こっちだけ先計算したんですね。そうすると、ここが、えっと、符号が変わってこうなっていて、上はそのまま一緒ですね。で、この2つのベクトルの、え、行列の積を計算すると、二分の1低2分の1で0っていう感じで、0110になるんですね。 はい。まあ、y イコール x に関する対象移動。これはま、最初からやっても簡単だったんですけども、もちろん 1, 0っていうのは 0, 1, 2, 0, 1は 1, 0, 2こうお互いにこう移り合うわけですね。ですから1、1, 0は 0, 1, 2, 0, 1は 1, 0に移る。こういう行列を持つわけですね。ということが、この結論が、こういう方法によってもわかる。ということですね。はい。例題として y イコール mx。 m イコールタンジェント2分のシーターに関する対称移動を表す行列 x をマイナス2分のシーター回転して直線を x 軸に重ねて x 軸対称して2分のシーター回転戻すと先ほどやったのと同じですけどもそれを一般にしたものですねただここは便宜上2分のシーターにしていますこれはちょっとシーターの式として綺麗になるようにわざとこうしてるだけなんですけどもじゃあこれでやってみましょうはいではちょっと計算してみてください先ほどと同じやり方で やってください。ここを一般にするだけですね。一般にするだけですね。はい。それではちょっと、えー、ビデオを止めて、動画を止めて、ちょっと考えてみましょう。はい。よろしいでしょうか。それではちょっと考えて、やっていきましょう。はい。このような式になりますけども、求める行列 X はですね、はい。えー、マイナス2分のシーター回転、こうですね。 え、サインは帰還数ですから、ここはマイナスがなくなって、ここはマイナスになって、コサイン一緒ということで、え、これはマイナス2分のシーター回転です。で、X 軸対象はさっきもやりましたように、こ,こうなりますね。で、今度は2分のシーター回転すると。この3つをかければいいわけですね。で、後ろ2つを先にかけて、こういう風になりますと。で、最後に全体をかけると、こういう式が出てきます。 で、ここでですね、コサイン2乗2分のシータ引くサイン2乗分のシータ、コサイン2乗引くサイン2乗っていうのは何だったかというと、これ倍角の公式ですね。コサインの倍角ですので、2分のシータが2倍されてコサインシータ。で、サインシータはサイン2分のシータの2倍でサインシータ。で、ここもサインシータで、こ今度ここにマイナスがついたんですね。回転の時はここにまマイナス、サインの方にマイナスがついたんですけども、対称移動の時はここにマイナスがついたんですね。 同じような形になっていることは分かります。非常によく似ていますね。はい。で、えー、ついでながら、この10の移り先である c o s ーターと、01の移り先であるサイインシータマ s θ c o s ーは直行しています。まあ、この,あの直行しているという条件は、鏡に移しても直行していますので、まあ、当然なんですけれども、まあ、そういうことも確かめられます。はい。ということで、えー、この式とこの式とあるわけですけども、この直前のこの式ですね。 これ2分のシータのままの式ですね。これをもう少し別の方向で変換、変形してみるという話がこの下に書いてあります。つまり、まあ、アルファを2分のシータとちょっと便宜上置いておきますと、この、ここの部分っていうのは、コサイン2乗アルファ引く3二乗アルファで、それでこ、えーそ、これを分母にですね、コサイン2乗アルファたら3二乗アルファ、これ1ですけども、1を持ってきて、わざとこういうふうに持ってきて、分母分子をコサイン2乗アルファで割ってやります。分母分子を両方とここで割ってやります。そうすると、 この部分は1匹、タンジェント事情アルファですね。で、タンジェント2分のシータを m とこういうふうに置きましたので、つまりこれ、これはタンジェントアルファですから、タンジェントアルファということなんで1、1引く m の2乗。部分は1たす m の2乗。はい。ということで、これをまあ直接変形すると1、1たす m 事乗分の1引く m 事乗。で、サインの方も同様にですね、コサインで割ると、これ2倍の、ここんところが2倍のタンジェント、 アルファ2倍の m になりますから 2m1 たす単 m1 乗でこういうふうな同じですね。ここだけマイナスになってというふうになるわけですね。以上で合成と行列の積の解説を終わります。